また口に入りやがった。なぜクリスタルロードを使わない？仮にもお尋ね者なんでね。おいそれと大街道を通るわけにも行かないだろう。まったく、ここは自慢の抜け道だったんだがな。各地で黒の一帯が広がっている。そんな中でもこの辺りは緑が豊かだ。虫も多くなる。もうすぐザンブレク寮に入る。気が引けるか？いや。ならいい。狩りを教え込んだからな。一緒に旅すりゃ心強い。頼むぞ、トルガル。さあ、日暮れ前に森を抜けちまおう。行こう。そうそう、この道も少しばかり魔物が出るからな。襲ってくる奴らには気をつけろ。いい気なもんだ。緑が豊かすぎるのも困ったもんだが。今のはまさか北部の主じゃないか？黒の一帯が北部で広がってると聞く。奴は餌を求めて南下してきたのかも。参ったね。ここらもすっかり物騒になっちまった。先へ進むしかないんだろ。おっと、気をつけろよ。この辺は花に化けた魔物が出るからな。先導ご苦労。おかげで進めるよ。
先に行け。では遠慮なく。空の文明の遺跡がここにも。ここらには似たようなのがたくさんある。あれが空に浮いてたなんてな。ここまで来ればもう少しだ。抜けちまおう。行くぞ。こっちだ。面倒なやつだぞ。油断するなよ。やれやれ、思わぬ邪魔が入っちまったな。おいおい、嘘だろ。まったく。道が塞がっちまってる。トルガ、どうした？こんなところに抜け道が。ありがとう、トルガ。息ついたか。シド、今のうちに。ああ、そうしよう。
クライブやるぞ。ああ、分かってる。結局こうなるとはな。自慢の抜けるぞ。つい、さっきまでの話だよ。な、お手並み拝見といくか。手間のかかる。ドミナントだったのか。ああ、そうだ。何の因果か召喚獣ラムーに目覚めた。この老体じゃそうそう使えんがね。シド、ドミナントとベアラーを保護していると言ったな。目的は何だ。なあクライブ、ドミナントとベアラーは人と何が違う。ドミナントは宿した召喚獣の力を使うことができる。ベアラーはクリスタルを介さずに魔法を使うことができる。ただそれだけだろう。それだけで俺たちは人として扱われず、人として生きることも許されない。だから数を集めて抵抗しようとでも。お前くらい若けりゃそういう気も起きたかもしれないがな、俺はただ人と同じように死を迎えたいだけなのさ。うん。
お前こそ木のドミナントを見つけて何をするつもりだ。殺すだけだ。あんたの話はわからんでもない。だがもし奴をかばうなら容赦しない。弟の仇なんだろ。分かってるさ。クライブ、もし道に迷ったら水の流れを遡れ。水か。分かった。
こんなところに。はい。あ。それで。この先にいるロストウィングに奴らを集めた。よくやった。行くぞ。待ってくれ。約束の金は。我が主は何より忠義に熱いお方でね。仲間を売るような輩に払う金はないってさ。ベネディクタ・ハーマン、ウォールードの暗部を担う女だ。今なら抑えられるが。誰だ貴様ら、ザンブレク兵か。おい、片付けるぞ。
ザンブレク兵か。まあそのなりじゃな。それにしてもナイト様ってのは伊達じゃない。フェニックスの祝福のおかげか。フェニックス、火の召喚獣、それがもう一体現れるなんてな。疑ってるのか。世界をなす8つの要素にその守護者たる召喚獣は1体ずつ。この言い伝えを信じるなら火の召喚獣はフェニックスだけのはずだ。大体ドミナントはそう簡単に生まれるもんじゃない。先代が死んでから長いこと現れんことすらある。だが嘘だとも思っちゃいないぜ。火のドミナントに会えば少しは真実に近づけるだろうが、さてどうなることか。奴らが向かったのはロストウィングだ。急ごう、日も暮れる。この死体はどうする。ほっとけ、いただくもんはいただいた。しっかり日が暮れちまった。だがここからなら近い。ロストウィングはあの遺跡の麓に。話によればあれは飛空艇の遺跡なんだろう。大昔に空をかけた船の慣れの果てか。本当にあそこに火のドミナントはいるんだろうな。そればかりは仲間を信じるほかない。嫌な予感がする。行こう。シード、あれを。ああ、用心しろ。
バイアス。ろくなことじゃないのは確かだ。クライブ、急ぐぞ。奴らの姿がない。こんな時間とはいえ、村人を一人も見かけんとは。一足遅かったか。これからどうする？まずは仲間と合流だ。ばらけて探すとしよう。どうやって知らせるんだ？そうだな、叫べ。こっちは俺が探す。お前は向こうを頼む。子供の声。どうした？大丈夫か？心配ない。俺は、そう、ザンブレクの兵士だ。村のみんなを助けに来た。みんながどこに行ったか教えてくれるか？教会の方に連れて行かれたの。わかった、教会だな。必ず助けるから、君はこの辺りで隠れているんだ。教会か。
おい、このままほっといたら死んじまうぞ。静かにしろ、貴様。来たのか、シュド。下がってろ。一体なんだ。クライム。来てくれると思ったぜ。生きてたか、ガブ。なんとかな。だけど、こいつらをかくまうので精一杯だった。本当に叫ぶなんて。大丈夫、味方だ。これだけか。いや、もっといたんだが、少し前に何人かのベアラーが連れて行かれちまったよ。火の富なんとは。ああ、その中にいたかもしれないけど。仲間の元に逃げるつもりか。クライム、奴を追え。知らせはまだありません。ですが、女を捕らえています。まもなく奴も抑えられるでしょう。上等だ。残りのベアラーはノルバーンを落とした部隊に引き渡しました。交渉の手札にも使えるだろう。くれぐれも壊すな、でしょ。ご心配なく、伝えてありますよ。さあ、前祝いだ。みんな飲めよ。もらおう。我らのベネディクタ様に、我が王に。我が王に。なんだ、こんなもので酔えってのか。ふぬけどもから巻き上げた最高級の酒ですぜ。ベネディクタ様、ザンブレクヘが。ネズミ一匹負けないとは、使えんやつだ。やめてくれ。その兵装は、貴様ザンブレクのベアラーか。いいぞ、物は試しだ。
ベアラーにしてはなかなかやる。見込みがあるぞ。クライブ。試してみるものだな。ネズミの親玉はやはりお前だったか。久しぶりだな、ベネディクター。シド、いやシドルファス、答えろ。なぜ我らウォールードを裏切った？問いに答えろ、吉祥殿。なに、お前たちのやり方に嫌気がさしたのさ。こそこそとベアラーたちを抱え込んでいるのは知っている。何のためだ？お前には関係ない。ベネディクタ様、例のドミノントを捕らえました。間の悪い奴で。逃げられたか。行き先の検討は？いや、一度ロストウィングへ戻る。村の連中から話を聞こう。だがこのまま奴らはガブに追わせた。あいつは特別鼻が利くんだ。任せとけ。それじゃあ奴らは最初からドミナントを探して？ああ、そうさ。まったくいい迷惑だよ。俺たちがかくまってるんじゃないかって脅されてよ。なあ。まあ連中もしばらくしたら何人か連れ出してどこかに行っちまったかね。そのまま教会で監視されていたのか。災難だったな。だが俺たちのところに来てたらこんな目には合わなかったんだぞ。誘ってくれたことはみんな感謝してる。ここが好きなんだ。必要なものがあれば言ってくれ。そうかい、ありがとうよ。おゆかな力士を知ってるかい。その名はリオン・ルサージュ卿。他の英雄は千の竜を従え、百万の敵兵を蹴散らした。槍は大地をも貫き、翼は天を駆け巡る。まあクライブ、敵を撃った後はどうする？13年前、俺は守ると誓った弟を目の前で殺された。守れなかった。だからせめてもの手向けとして奴をこの手で殺す。それ以外のことはどうだっていい。いいんが、それがお前の生きる糧か。戦に長けたザンブレク公国だろうと、所詮増票は増票。
蟻どもが守る砦など造作なく落ちる。わざわざ私が出るまでもなかったか。いくら銀融詩人が称える召喚獣バハムートを抱える峡谷といえど、うちに入ってしまえば案外脆いのかもしれんな。それにしてもなぜ抵抗しない。お前にも力が宿っているんだろう。フェニックスを倒したほどのな。クリスタルの枷があるとはいえ逃げ出すことなどたやすかろうに。いつまで黙ってるつもりだ。同志になれ。お前ほどのものなら我々は相応の待遇で迎えよう。マルガラス様なりません。ゆっくりと考えることだ。あとは任せる。クライブ、起きろ。ガブだ。ノルバーンが。ザンブレク有数の剣才だったんだが、すでに奴らの手に落ちてるようだ。連れてかれたベアラーたちは多分そこだろう。ベネディクタたちはドミナントを狙ってた。戦のためじゃない。となると手駒の兵もそう分散できないはずだ。火のドミナントも。俺はベアラーを救助する。お前はドミナントを探せ。で俺はどうする。いい質問だガブ。砦から逃げたベアラーを集めこの村まで誘導してくれ。そっちの新入りに任せりゃいいだろう。闇夜の中でベアラーたちを探すにはお前の鼻が必要なんだ。頼むガブ、お前にしかできない。そう、仕方ねえな。じゃあ先に砦の周辺を調べておくか。迷惑かけんなよ。分かってる。シド、俺たちも。いや、まだだ。決行は明日の夜に。どうして。今出発しても着く頃には夜が明けちまう。忍び込むには分が悪すぎる。お前だってせっかくの機会を保護にしたくはないだろう。奴らもすぐには動かん。今夜は休め。いいな。ああ。そうと決まれば話をつけておくか。誰に。カンタンっていけすかない男だ。やつを探そう。何か入りようかね。毎度あり。ちょうどだね。はい、どうぞ。ちょうどだね。品切れなんだ。
もういっぱいだよ。カバンがいっぱいだろ。頑張んなよ。暗くなってから襲ってくるなんて。元気そうだな、カンタン。明日まで世話になるぞ。好きにしやがれ。そっちの足切りか。こいつか。まあそんなところだ。カンタンはこのロストウィングを仕切っててな、俺たちの協力者だ。協力？ベアラを保護してるってことか。あんた以外にもそんな活動してる奴がいるとは。よくやるもんだ、ザンブレク領の中だってのに。勝ってやってるだけさ。俺の用事が終わるまでな。村が襲われた時、あんたは火のドミナントを見たのか。いや、俺とは別のところで囚われてたみたいだが。残念だ。それらしい奴を見たってのが何人かいるから話を聞いてみりゃいい。ベアラーの刻印が気になるか。ベアラーに話す口はない。ベアラーに貸す耳もない。確かにベアラーってのは主の許可なしに喋ることを禁じられてる。国に雇われてるベアラー兵もその裁量は最小限。だがまあ手を貸してやらんでもない。お前はシドの連れだからな。こいつを持ってけ。ここの連中に見せりゃ答えてくれるだろうさ。それじゃせいぜい気張んな。カンタンは酒場のマスターってだけじゃない。この村の主で掟だ。主で掟？お前のもらったブローチはその主に認められた証ってところさ。主が口を聞いたとなりゃ相手がベアラーだろうが話を聞いてくれる。そら、一眠りする前に手分けして火のドミナントのことを調べるぞ。住人に話を聞いてみるか。もらってるなんて、マスターもあんたに感謝してんだね。確かに今日は本当に助かったよ。シドやあんたが来てくれなかったらと思うと。一つ聞きたい。
火のドミナントを見かけたか。ああ、最初のうちは一緒に捕まってた。顔はよく見てないが、ローブ姿の若い男だったと思う。他に何か覚えていることは？女の従者を連れてたよ。途中で別れちまったから私にはこれくらいしか。十分だ、助かった。そう、火のドミナントだ。何か知らないか。一緒に捕まって。そのブローチ。ほう、マスターにも目をかけられてるのか。あんた、シドのところの新入りだろ。同志がガブに世話になった。礼を言っておいてくれ。それで、こんな夜更けに一体何の用だい。火のドミナントを探している。知っていることを教えてくれ。あの中に火の魔法を使うやつはいたらしいが、ドミナントかどうかまでは。ウォールードの連中は花からドミナントだと見ていたようだがね。姿を見ていないか。俺は見ていない。だけど同志が何人か一緒に捕まってたはずさ。ありがとう。一旦シドに報告するか。クライブ、何か分かったか。ローブ姿の若い男に従者の女。なるほど、話がつながったぜ。どういう意味だ。火のドミナント、やつがおとなしくしていた理由さ。女が一人先に捕らわれたらしい。おそらくその従者だろう。人質に取られたのか。とはいえそんな状況下でも奴には慌てた様子がなかったって話だ。よほど自分の力に自信があるのか。何にせよ厄介な相手のようだ。実際に顔を拝む前に探っておいてよかったぜ。ああ、今日はここまでにしよう。さすがに休まんと明日に響く。さ、簡単に寝床を借りるぞ。カンタ、泊まれる場所はあるか。空き部屋の床にでも寝ろ。外の町みたいに宿があると思うな。野ざらしよりマシか。はあ、ありがとうよ、そうさせてもらう。宿代は防柵の撤去でいい。なんだって。ここを襲ったウォールードの奴らが来て早々街道へ抜ける道を封鎖しやがった。防柵を作るだけ作ってほっぽっていかれたんじゃ邪魔で邪魔で仕方ねえ。明日日中のうちに片付けておけよ。へいへい。簡単の野郎、さんざこき使いやがって。クライブ、支度はできたか。問題ない。今出れば夜更けにはノルバン砦に着く。そろそろ出るぞ。ああ、行こう。ノルバン砦は村の南にあるはずだ。ああ、警戒しつつ行くとしよう。
私たち、どうかみんな無事でいておくれ。ウォールードがモルバーアントルドを抑えたんだが、巡回している兵がいるかもしれん。気をつけろよ。叩きのメスだけだ。それにしてもあのノルバーン砦が落とされるとは。敵地ど真ん中の砦を落とすよう命じる国王も大概だがな。国王？ウォールードでは全ての戦事が横明で失敗は許されない。連中の腕も相当だが、それほど必死ということだ。通らせてもらうぞ。クライブ、見えてきたぞ。あれがノルバーン。なるほど、厄介そうな砦だ。あそこに火のドミナントか。
これ以上は騒ぎになるか。正面から乗り込むのは避けた方がいいな。砦につながる古い地下水道がある。そこなら奴らも気づいてないだろう。シド、弟の仇を討つため俺はここにいる。あんたはなぜ危険を冒してベアラを救う。彼らの多くは国の管理下だ。それを人として生きることを許されていないのは何もドミナントやベアラーだけじゃない。俺はせめて誰もが人として死ねる場所を作りたい。それだけだ。だがこの世界にはまだ早い。だから今は一つでもすがれる手があるってことを教えたいだけさ。あのベネディクタって女はどういう。ちょっとした腐れ縁ってやつだよ。やつは風のドミナントだ。もう二度と出くわさないよう祈っとけ。風、召喚獣ガルーダか。おい、ザラーンが落ちた。これで頭部はオーク族の手に渡ったな。すぐにでも出征いたします。構うな。しかし鉱山はアダマンタイト。あの辺りは時期黒の一帯に沈む。お前はお前の務めを果たせばよい。はい、御意に。黒の一帯は刻々と大地を蝕む。辺境のエーテル枯渇は深刻だ。もはやマザークリスタルの周辺領域でしか国が立ち行かん。マザークリスタルをめぐる戦が激しくなれば、やがて祭りごとも疲弊し、国が内側から壊れる。だから急ぐのですね。そう、ドミナントを抑える。力を持つ者を集め、マザークリスタルのもとに新たな秩序を築く。そのために世界をあるべき姿に戻す。あの男さえ裏切らなければもっと早く。まだ忘れられないのか。まさかこの私の忠を疑うのですか。それともまだ足りない。お前が来た日のことをふと思い出してな。幼いお前はあれの手をしっかと握って離そうとしなかった。そんな、昔のことなどとうに忘れました。私にはこの手があればいい。それだけでいいの。
いつか全てのものが知るだろう。世界を救うのが一体誰かということを。私の命はあなたのためだけに。姉さん、巡回兵が帰ってこない。まさか。どうやらそのようだ、ゲルルフ。ではシドがここに。兵どもを使って奴を礼拝堂に誘い込め。私が相手をする。来たか、シドルファス。火の魔法をそんな風に。お前案外器用だな。確かこの先は地下道に通じているはずだ。ベアラーたちがそこにいるなら話は早いが。ここだな。誰もいない。やっぱりそううまくはいかんか。シドか。手を貸せ。あげるぞ。しっかり持ち上げろ。ほら、先に行け。やっちまうぞ。邪魔するぞ。片付けるぞ。さて、どっかに道は。ダメだ、こっちは進めそうにない。他の道を探そう。だがな、
ここからなら。なんとも大胆だね。ザンブレクの警備兵は皆殺しってところか。完全にウォールードの手の内だな。
てめえの部隊だけでこの砦を落とすなんてな、ベネディクトめ、大したもんだ。奴ら仲間を呼ぶ気だ。追うぞ。かかったぞ。これで罠の積もりだよ。押し通る。やけに静かだ。随分派手にやったもんだ。こんな夜更けにお祈りか。異国の神にすがるほど私が飢えてるように見えるのか。お前を待っていた。頼んだ覚えはないが、まんまと誘い込まれたか。なら話が早い。ベアラーと火のドミナントを渡せ。できん相談だな。ドミナントはこれからの世界に必要になる。シド、ウォールードへ戻ってこい。バルナバス様と新たな世界を作ろう。もう一度共に歩むんだ。新たな世界？そいつには賛成だ。だが俺はお前たちとつるむ気はない。奴が高々と掲げる得体の知れない理想にだけは踊らされたくないんでね。バルナバス様に命を救われた恩を忘れたのか、忠義のかけらもない知れ者が。俺は奴の奴隷にはならない。お前のようにはな。貴様に何がわかると言うんだ。そうさ、お前の本当の望みはわからないよ。それでもいつだったかお前は言った。人として死にたいと。あの言葉だけは真実だと思ってる。もう自分に嘘をつかないでくれ。自分を痛めつけてまで人生を誰かに委ねる必要はないんだ。力だろうが体だろうが使えるものは使う。私はそうやって生きてきた。ベネディクト、これ以上自分を憐れむことを言うな。吉祥殿のご高説か。少しでも期待した私がバカだった。
私を憐れんでいるのはお前だ、シドルファス。もううんざりだ。雷のドミナントの説得は諦めざるを得ない。バルナバス様にあだなすならお前はここで殺す。下がれクライム。片付けておけ。2匹か。だがやるしかない。
おい、大丈夫か？そう見えるか？クライブ、今ならまだ間に合う。ベネディクターを追え。やつが火のドミナントを連れてここを離れる前に抑えるんだ。あんたは？何、すぐに追いつくさ。分かった。行くぞ、トルガル。